んにちは、こんさかきのです。今日も始まりましたもちえんちゅ TV。 今日はですね、めちゃくちゃあっちにもこっちにもフィギュアが並んでるのが見えると思いますが、秋葉原にあるたましいネーション東京さんで開催されている SH フィギュアーズの15周年記念展示会にやってまいりました。ずらずらっとめちゃくちゃたくさんのフィギュアが並んでいるので、15周年、15年もあるの、すごい。ババーン、ゆっくり見て楽しんでいこうと思います。そうか、歴史で学べるのか。ヒストリーって書いてあるってことは、これまず2008年、スタート地点2008年で、ライダーから始まったんだ。もうすでにめちゃくちゃかっこいいね。今よりは確かにプロポーションの違いとかね、可動域の違いとかありそうですけど、この時点でめちゃくちゃ、待って、ごめんドモンカッシュ最初の方に出すのちょっとめっちゃ好きなんじゃない、制作の人。ドモンカッシュもっと他の主人公あるだろうと思う。しかもこの格好めっちゃ好きライダーだ、なんでライダーのとこに行ってたのね、めっちゃウケるんだけど、あれライダーかな。あー、デネブイマジンめっちゃ好きです。喋り方がね、ただ楽しくて可愛いですよね。2009年です。女の子系が初めて出たんじゃない。ああ、タロスもめちゃイケメンです。この時代ちょうどやってたんだろうな。そして今度2010年です。おお、ドラゴンボールがやってくるんですね。あ、ワンピース、ルフィもいます。やっぱ今と比べるとちょっとね、形の雰囲気とか肉付きとかがね、表現が違いますよね。あ、バイクもついてんの、すごい豪華じゃん。いいな、罪数えますわ。あ、うちの名前は罪プラ。2011年だと、なんか当時流行ったものが何か分かりますね。じゃーん、めちゃくちゃかっこいいじゃん。どうしよう、これね、勇気の豪華版セットですね。めっちゃかっこいい、これ。これ欲しいなもうないか。こんなのまであったんだ、すごい。あった、これ、のび太くんとか、なんか話題になった覚えがあるので覚えてますね。こちら12年、どんどんいきますよ。その時代の流行りキャラクターが出てくる感じなんですけど、じゃん、こんなでっかいのもあります。いろんなパターンある。うわ、かっこいい。あ、コーデの時代になったのね。あー、2013年月に変わって、あ、牛焼きや。え、かわいい。なんかこれめちゃくちゃ表情の出来いいですね。かわいいですね。女の子もこうやって進化していくのね。うわー、なんかあの SH フィギュアーズの歴史と一緒に、その当時人気だったアニメーションの流行りもチェックできちゃいますね。うわ、かっこいい、サイクロン。そして2014年は、わー、これ、これ2014年ぐらいに登場したの？今でも同じ。いや、このセットはね、ネタでよく使われてますよね。めちゃくちゃなんかパンチが効いてるよね。テレビ画面と上半身、これ別にあの体もね、分離できるんですよね。そしてアイアンマンやバットマンといった海外ものも並んでます。2015年はじゃーん、ダースベイダーだ。この年スターウォーズやってたかな。でウルトラマンも、これ新しい方のウルトラマンなので、ディティールがどんどん良くなってるのが分かりますね。あ、ラブライブの時代か。めっちゃ、うわー、可愛い女の子たちが増えていく。さくらちゃんです。さくらちゃんもちょっとね、前の時代ですけど、ずっとね、人気ですもんね。かっこいい。うそー、ドライブ車付き、すごくない？めちゃくちゃかっこいいやないか。うわー、さらにこれ、キン肉マン、これリング付きなの？マッチョプロポーションもなかなかに仕上がっております。2016年はじゃん、こんなもう人の顔そのもののブルースリーといった
ターフィギュアが初登場したんですよね。なんか 3D スキャンとかの技術が伸びた時代だったじゃないかなと思います。いろんなパターンのこういうね、形が独特なフォルムの子たちが増えてる気がします。でっか、超合金 FH フィギュアーズアイアンマーク、でかいかも。2017年は、あ、ほらほらほら、その技術を生かしたこういった実写系フィギュアがね、続々今となっては定番になってきましたけど、リアルっぽい人が増えました。あー、あった、バルタン三体セットが分身ね、名シーンだわ。そのためにこれ同じもののカラーバリエーションがある状態で出されたんじゃね、分身セット受ける。うわー、なんかこの辺はもうね、記憶に新しい感じですよね。2018年は、あ、かわいい、キンタめっちゃ綺麗じゃん、いいね。こんな悟空だったりとか、ほら、やっぱほらリアル系がいます。あ、キングダムハーツとかゲーム系も増えたんですね。あ、あった、これね、あのダウンタウンのお二人がまさかのフィギュア扱ということで顔がトレースされてて、これ遊ばれてますよね、皆さんね。え、02ってフィギュア扱なんだ、ロボモノががっつり来てますね。02、うわー、そしてシェリルドームもかわいい。2019年まで来るとこんなのもいます。リアルすぎませんかこれ。アントマンがすごいね。あー、ムロさんが流行ったんだな。あー、わかるわかるぞ。で、その時々のキャラクターたちに加えて、ちょっと懐かしいスパイクスピーゲルが懐かしいな。これ名シーンじゃん、バーンって撃つとこじゃないの。そして2020年、もうね、この辺りに来るとだいぶプロポーション、可動域、そしてパーツの付け方等々いろいろ進化して、これマントとかもね、ついてたりとかね、変わってきましたよね。リアル表情も進化して超セクシーな顔になってます。2021年、この辺りは最近のコレクション。こういうさ、ちょっとセットものとかも出ましたね、かっこいい。2022年は東海帝王が出始めました。かわいい、マジかわいい。ステップとか、あー、そうだー、そうだよね、王様ランキング流行りましたね。コスくんだったりとか、このバズすごい渋い感じの塗装でイケメンっすね。待って、マツケンさん、マツケンさん、そして2023年になりまして、最近発売、これから発売される子たちで、躍動感あるチェーンソーマンにブラッカーダム、顔もね、だいぶね、リアリティが増してきましたね。やっぱこう筋肉の感触も最初の頃と比べるとすごいリアルになりました。進化してる、15年は伊達じゃないね。最近の新作映画だったりとか、これもね、前回発表されて爆笑になった西川貴教さん、ヤンセイって感じ。え、すごいな、綺麗とかね、こういうちょっと特殊パターンの子もまがまがしくかっこよくなってます。
げえかっこいいじゃん。そして我々のヒロインヒーロースレッタ・マーキュリーちゃんもいてます。塗装一個一個もすごい綺麗で可愛いですね。そしてここから先が今回初公開になったセカンドでございます。今までの展示からさらに増えてるので、こちらもチェックしていこうと思います。じゃあまずドラゴンボールのコーナー、じゃーん、フリーザ第4形態。待って、すごいシーンなんだけど、背中向いてるんだけど、よいしょ。フィギュアならではのこういった動き、シーン再現なんかもすごく楽しめますね。サイヤ人形体もこんなに。9月発売のトランクスですね。髪型はね、結構特徴的じゃないかなと思います。おお、ご飯ピンストすごいね。これ好きなんだね。エフェクトが専用のついてます。ピッコロさん、色が変わってオレンジになってるパンツもね、新作がずらっと並んでおります。ブリーチ、ちょっと懐かしい気持ちにもなるけど、この独特の袴姿をフィギュアで可動で再現するってなかなか難しいと思うんですが、それをねうまく再現しつつ、いろんな姿、立ち姿、曲げ姿に対応できるように作られてます。もちろんイチゴの表情もめちゃくちゃイケメンですね。ワンピースは鬼ヶ島編の服装で登場しています。カミングスーンが、もうシルエットバレバレな感じ。ジャンプは続きます。ナルト感情シーンってどうなのここ再現するところがすごい愛がありますね。かわいい。でもこれほど動くってことですからね、すごいですよね。で、表情もみんな白目向いたのがついています。かわいい、ナルトらしい表現ですね。もちろんこうやってノーマルでかっこいいパターンも登場してます。かわいいな、さくら、めちゃくちゃかわいくない、この顔。ちょっと他の2人と比べて透明感があって生の人間っぽさがありますよね。え、これ めっちゃ可愛い。何だよ。でもなんと横にですね、参考出品でドロイドフォージャーがいます。しかもむしろこのねセットとかすごいですよね。可愛い。じゃじゃーん、ここにはアーニャと一緒に写真が撮れる覗き穴が用意されてます。こんな感じで撮ると、はい、これがスタッフさんのお手本です。皆さんやってみてください。アーニャだよ。アーニャだよ。かわいい。こちら側には衣装チェンジしたロイド家の3人が揃ってます。みんなちょっと戦闘モードというかね、キリッとした感じですけど、ヨルがかわいいな。ぁ、皆さん武器思ったより長かった。こんなでかいんだね。ゆずつ海鮮でーじゃん。おなじみ制服姿の子たちはすでに皆さん見たことあるかなと思うんですけど、スクナといい感じに焼き合ってるけど、スクナがですね、はい、もうすぐ発売なんです。こっちは劇場版からのおっぽつくんとすぐるさんがね、こうね向かい合って新再現になってます。こちらはチェーンサーマン、すごいポーズですね。スタンドも相まってもう飛び跳ねまくってます。そしてサムライソード、顔がすごいな、これいかつい感じになってます。マントもねふわっとしててかっこいいですよね。パワーもすごい可愛いポーズでなっております。
新しく始まったアニメで早速じゃんフィギュア化されています。これ忍者衣装とか袖があるものってすごい難しいと思うんですけど、膝の作りすごくないですか。これ多分立った時はまっすぐ隠れて、でも膝は中のパーツが出てくる感じなんですよね。なのであまり違和感なく稼働してポーズが取れるのがかっこいいなと思います。ファッションのね、この巫女服もすごいですよね。言い返しが膝で出てて、でさらにこうやって中に入ってるんじゃないかな。アイドルがいるよ、めっちゃ可愛い。え、こんなにウマ娘シリーズ出たんですね。出るんですね。すごーい、鈴鹿様やばい、これはやばい。え、やばいですねこれで。鈴鹿5月だって。うわー可愛い、素敵じゃん。踊ってるのニコニコだよ。可愛いね。いや、こうやって並ぶと嬉しいですね。ここもすごいね。たくさんこの等身大パネルが並んでます。アイマスのコーナーになってます。でしかもこれステージ衣装まで展示されてます。すごーい。おっと、そこじゃない、いやすごいわ。フィギュア化されていてみんな一緒に並んでます。え、めちゃくちゃかわいい。やっぱアイドル衣装っていいですよね。セーラームーンもこちら新製品となってます。これね、アニメカラーエディションということで、決めポーズ2パターンを楽しめるシンプルなセット内容で再登場するそうです。パッケージからすごいねプレミアムな感じがしますけど、めちゃくちゃ可愛いんですよね。やっぱこのポーズ、そしてステーキを持ったこのポーズ、どちらも超かわいい。セーラームーンも30周年ということでたくさんラインナップが登場してます。まあ、服装もねバリエーションが結構あったりとか、髪型も変わったりとかでどんどん進化してるなっていう感じはするんですけど、どれもやっぱかわいいね。まあ、でもムーンだけじゃなく勢ぞろいしております。マーキュリー、マーブリー、ヴィーナス、プルートにサタン、サタン好きだったな。チビウサ、あ、じゃあチビムにネプチューンにウラネス。みんな揃ってやっぱ可愛いね。女の子っていいね、揃えたくなる。水星の魔女のコーナーにやってきました。主人公スレッタ・マーキュリーちゃんです。これ4月の29日発売なので、もう間もなくみんなの手元に届くんじゃないかなと思うんですけど、表情がねこういう凛々しいパターンと可愛いニコッとしたパターンがあったりします。そしてミオリネさん、特徴的な髪型も捉えられてて、この裾が広がったね服を綺麗に可動なのに再現されてて、でしかも足元のね感じがめっちゃいいですよね。そしてエアリアルでございます。回収型になってて後ろがだいぶボリューミーになってますね。めちゃくちゃかっこいいやないか。たくさんねフィギュアを見てきましたけど、こういったロボット系、ロボット魂団体とかかっこいいっすね。新アニメで話題になっているこちらノワールちゃんですね。発表されてからこう実物が見れるのは初めてなんじゃないかなと思います。何この萌えな服装、すごいね。こういうパターンの服装もちゃんと
フィギュア化できちゃうんですね。かわいい。そしてこちらは超合金になります。ベイチオーガ、ちょっとポップですね。落書きがされてたりとか、色合いもパステルカラー調だけど、こう荷物はめっちゃ乗りそうだね。はい、後ろ姿、わぁちょっと懐かしい気持ちになる。うわぁ、サイバニです。サイバニはね、また NHK で新しいアニメになって登場するんですけども、そのロゴがね、だいぶ減った場所になっております。待って、このボディちゃん超増えてる。ボディちゃん、このね、色がない、いろんなパターンのこういうポーズだったりとか、可動を追求したフィギュアになってるんですけど、今度これじゃーん、ゴルフスタイルが出るみたいですよ。じゃじゃーん、 SH フィギュアーズ15周年ということで、ニューヨーク、東京、メキシコ、上海、パリ、5都市を回るツアーを開催するそうですよ。すごい、海外でも愛されるアニメフィギュアということで、 SH フィギュアーズさん、これからもどんどん増えると思うし、だってかっこいいな、ハイメタとかも置いてありますね。ね、いろんなキャラクターたちが登場するのがこれからも楽しみです。ということで回ってきました。 SH フィギュアーズの15周年記念展、楽しんでいただけましたでしょうか。秋葉原駅すぐの場所にある魂ネーションズさんで公開されているので、よかったら足を運んで覗きに来てみてください。記念展示だけじゃなく、こういった水星の魔女のこういった展示だったりとか、その場での販売もいろいろされているので、そちらも合わせて見てみてください。ということで、以上もケンジュTVでした。またね、バイバーイ。